はい、もしもしは。今どこにいるかっていうと中南米の、国にいます。中南米ということ日本とは14時間遅れです。今日本は8月の15日、現在の時間でいうと10時40分です。こちらの時間は何時かっていうと、夜の8時、40分です。ということで、朝も8月15日ということでね、まあ、このチャンネル見てる方多くの方もちろん分かると思うんだけど、最近の人でもね、もう8月15日が分からないという方も中にはいるんです。終戦の日です。終戦の日ということで、さっきの大東亜戦争が終結した日、まあ、実際日本が敗戦という形になりましたけど、まあ、敗戦日であります。その中で、まあ、アメリカによって、6年ちょっとね、占領下に置かれた時代、不遇の時代、そして沖縄に関してもアメリカの占領下にずっと置かれてね、本土復帰まで時間がかかりました。その中でね、まあ、今異国の地ということで8月15日なんか14日なんだけど、日本の時間に合わせてですね、黙祷を捧げさせていただきました。一人の日本人としてね、まあ、海外に出て国際的に活動してきた自分ですけど、逆に海外にいて日本人としての意識が芽生えてきたのかなって感じはします。学生の時にはね、まあ、海外出始めた頃っていうのはもちろんその世界人類皆兄弟ですね、みんなが友達というふうに差別はいけないね、下に見てはいけない、まあ、いろんな問題平等に接しようという気持ちでいたんだ。それは事実です。そしていろんな外国人の接した時に真実を知ったわけだけど、8月15日、1945年昭和20年、74年前です。もちろん自分は生まれてません。その時、8月15日に日本は、アメリカをはじめとした連合国にポツダム宣言を受託してね、負けたわけです。敗戦の日と思います。終戦の日で、その中でね、我々日本人は、そこからアメリカによる占領下に置かれ、沖縄に関してはしばらくね、沖縄はずっと占領下に置かれてましたから、非常にね、まあ、資産を舐めた時代もありました。その中でアメリカ GHQ によって日本が骨抜き政策を行われ、解体させられね、その後、まあ、いわゆる日本が、戦争を終わって、そこから高度経済成長を経て、日本が世界有数の先進国になりました。これはもう世界に名だたる先進国ということで、もちろん戦前においてもね、日露戦争終わった後に五大国の一国ということで、強国として日本はアジアで唯一、有色人種と唯一ね、断裂して、そしてその後、日露戦争で勝ち、そしていわゆる大東亜第二次世界大戦で日独三国同盟を結び、そしてその後、勇敢にアメリカをはじめとして連合国と戦いました。そしてその後イタリア、ドイツが、負け、まあ、東京大空襲などもあり、各地の、ね、本土空襲、ね、パローなども行かさせていただきましたけど、その後広島、長崎への原爆投下、そして8月15日、終戦、まあ、その後もね、シベリア、ロシアが例えば満州、満州国の地域に入り込んで抑留して、シベリアを抑留、いろんな問題がありました。74年前、1年が過ぎること皆さん早いですよね。10年前、もう早い、結構もう最近のこととして考えられるような方もいらっしゃると思います。74年ってあっという間、昔のように見て意外に最近だったりするんだけど、その中で、今現在第二次世界大戦が終わって以降、いわゆる第三次世界大戦というのは行われてません。ただもちろん第二次世界大戦が行われて、ね、終わった後に、世界大戦が行われているので各地域でいろんな戦争が起こってきたのは事実です。やはり人間と人間ということで欲と欲が固まり合う、ね、利権があるわけであって、その中でやっぱり戦争って起こる、そして憎しみがある、そういったものがあるわけだけど、いろいろとね、自分自身も考えさせられるものがあります。自分自身はね、海外今まで 90カ国以上訪問し、留学駐在において海外4カ国住みました。英語を習得し、数多くの外国人と接してね、いろんなことを知りました。国際的な関係、国際事情なども知りましたけど、その中でね、まあ非常に思うこともあるんだけど、あとは、フィリピンとかね、マニラ、モンテンルーパー、ミャンマー、あとは、マルタ、これ第一次世界大戦関連なんだけど、あとパラオね、ペルリュ島、そういったところに行って、日米の激戦地だった場所に行って慰霊訪問をさせていただいて、合唱させていただきました。まあ、さらにこれからね、またサイパン、グアム、そしてパラオに、再訪し、
他にもソロモン諸島、ガダルカナルとか、ね、アスカ、キスカとかね、アツ島、キスカ島とかね、いろんなところに行こうと思ってます。その中でやっぱりその日本人としてね、やはり先の体制で亡くなられた方々が数多くいる中、いろいろと考えることがあります。今中南米を回ってますけど、中南米という国は、まあ、スペインとかポルトガル、イギリス、オランダなどもいるんだけど、そういった欧米によって侵略された事実があります。そして先住民がないがしろにされた、こういった問題があります。だから先の大戦で日本だけが悪くなされてしまう、ドイツ、日本、イタリア、そういった数字国が悪くされてしまうんだけど、実際にはそれ以前の歴史を考えるとね、一体どうなのかということで、勝者の論理ということで、勝った側が歴史を語るわけであって、負けた側は結局語らないわけです。日露戦争では日本はロシアに勝って、それに関しては全く悪く言われてません。それに関してはやっぱり勝者の論理があるのかなと感じはします。まあ、一人の日本人としてね、日本という国、いろんな国難に、国難があるのは事実だと思います。バブルの時代はもう底抜けのようにバブルが、ね、時代こう経済が上がってきました。そしてアメリカがそれに対しよく思わず、アメリカ凌駕する国になったんですけどね、ジャパンパッシングということで日本を強盗そうとして、それによって経済が落ちてきている。さらに今まで日本が援助した、国々、周辺諸国、韓国とか中国、そういった国々が資金と技術を援助し、それによって自分たちで、ね、製品を作る、もしくは技術を流出して技術を盗んで作ったりする姿が、それが日本の経済に影響を与えているというのも事実です。それによって25年、まあ、いわゆる成長率がマイナス成長から、マイナス成長も経験して、ね、0%台、そして良くても 2% 台の成長ということで、世界的に見てみて25年前、30年前の日本は非常にお金持ち、今もそうなんだけど非常に高い地位があったので、ね、最近少しそういったところが失われてきているのかなって感じがします。そしてね、まあ、74年経って、まあ、自虐史観ということで多くの方々は持ってると思うんだけど、自分自身はやっぱり日本人としての自信があります。欧米各国がじゃあ今まで、ね、アジアであるとか南米、中南米、アフリカ諸国を植民地化し、奴隷としていろんなところに連れて行きね、そういった姿をもう垣間見ることができるんだけど、その中でまあ我々日本人に関しては、有色人種を代表して、いわゆるその欧米列強と勇敢に立ち向かったわけです。それに関してはね、我々はしっかりと、認めていかなきゃならない。今の日本があるのは英霊の方々のおかげ、これは事実です。先の大戦のいわゆる激戦地を訪問させていただいて、英霊の方々の魂、ね、叫び声が聞こえてくるわけだけど、もしくは靖国神社に参拝させていただいてね、いろんなものを感じ取ることができるわけだけど、とにかく日本はそろそろ戦後レジームからの脱却、これに関して戦後レジームっていうのはね、いわゆる今韓国の問題がいろんな問題に叫ばれています。韓国の問題に関しては正直な話を言うと難易度としては低いです。その中で韓国の問題をしっかりとして、ね、今までずっと日本は嘘もね、はいはいっていうふうに言ってきましたけど、それに関してしっかりと否定をしていかなければない。嘘は嘘、本当のことは本当でやっていかなければいい。なので韓国に関してはしっかりとそれに関してはやっていく。そして北朝鮮の拉致問題もそうなんです。まず韓国の問題が解決できないようだと他の問題は解決できません。例えば先ほど言った北朝鮮の拉致問題もある、中国による中国共産党による尖閣諸島が狙われている、これも事実です。そしてロシアによる北方領土、これなんかもなかなか帰ってこないわけです。そしてアメリカが日本を牛耳っていると言っても過言ではありません。これは日米地位協定なるものがいわゆる平等かといったら平等ではないわけです、ね、日本が、アメリカの隷属下に置かれている反属国というふうになっているのは事実であって、本当の意味での真の脱却、戦後レジームからの脱却というのはいわゆるアメリカの、ね、操り人形からの脱却というのが、本来の姿なのかなと感じがします。なぜ本来であれば我々も、日本人で憲法を作る、自主憲法を制定、これが本来の姿なのかなという感じはします。ただそこまでいくのはね、なかなか難しいことなので、一気にそれを解決することは非常に難しいということで、で、徐々にそれは解決するべき問題です。もう74年経ちました。そして、皆さんにお伝えさせていただきたいことが、政治家がどこどこの政党がという前に、皆様がまず一人一人は変わっていかなければならない。政府任せにしていたら
ダメなんです。皆様が主役としてね、動いていく、これは、まあ、戦後74年経ちましたね、すでに感じることです。なので一人の日本人として異国の地を渡り歩いています。これからまださらに中南米から一回日本に帰り、ロシアに行き、そして中東アフリカ、太平洋島嶼国、そして中南米、今回中米で聞くような国もありますが、そういった国々を訪問します。それによって日本に関連あるところが数多くありますので、こういったチャンネルでもねアップしていきたいと思っています。とにかく皆さんがどのようにこの終戦の8月15日を過ごされているか分かりませんけど、私自身は異国の地からね黙祷を捧げさせていただきました。現在まあ台風などが来てね大変だと言われてます。そして猛暑ということで熱中症にかかる方も多いと思うんだけど、皆さんも体調管理にね十分注意していただいて、この夏をね、乗り切っていただいてね楽しんでいただければと思います。以上、8月15日終戦の日ということで、中南米はるか彼方遠くの国から、皆様に発信させていただきました。